皆さんこんばんは、上田かなです。さあ今夜も配信が始まりました。寒いね今日。東京ねめちゃめちゃ寒いんですよ今日。まあ、ここね今週はちょっと先週の暖かさを忘れたみたいに冬に戻ったみたいにね寒い日が多かったんですけど、今日はやっぱ雨も降ってるからかわからないんですけど、もうほんと寒かったな。今日はですね、さっきツイートもしたんですけれども、ジャンタマをお送りしたいと思います。放送ね見てくださってる方だと、先週末かな、来週は麻雀の配信が続きますよっていうお話をしたと思うんですが、麻雀ね月火水と麻雀配信やるかもって言ってたら、月と水曜日が麻雀配信でした。で、先ほどツイッターの方でもお知らせしたんですが、月曜日がベルモンド・バンテラスさんと成瀬なるさん、二次三次のね方たちですね。そして森永千歳ちゃんと一緒にジャンタマをやろうと思っております。いや、なるくんはね一緒にエピックスやったりもしてたんですけど、ベルモンドさんは初めてなんでね、どんな麻雀を打たれるのかちょっと後で配信とか見て敵情視察行ってこようかなと思っております。はい、こんばんは。お、大丈夫かな、今日はあれだね、音声聞くの忘れたね。まあでもメーターもしっかり上がってそうですので、声も乗ってるかな。よっしゃ、はい、こんばんは。そうなんで、それでね、一昨日かな、麻雀ファイトクラブやってたのが、で明日はジャンタマなので、今日はジャンタマの練習をしようかなと思ってます。ファイトクラブはね結構早かったですよね。5秒しかなかったっけ。ジャンタマはもう気持ちいい、秒数は余裕があるので、そのスピード感っていうのをねちょっと取り戻しに行こうかなと思っています。じゃあ早速行ってみましょうか。ジャンタマ、よいしょ。友達の仲間内ではねちょくちょくやったりしてたんですけど、配信でやるのはこの間のあれ、みんなでやって以来だっけ。いや、誰かと一緒に配信した気もするけれど、銀のまでやってたんだよね、今確か。行ってみるか。早い。なんかちいちゃんがさ、この間のエペックスの配信の時にね、久しぶりに麻雀やりましょうって言ってて、今回ねちいちゃんがやってくれたんですよ。なんだろう、コーディネートって言うんですか、森永杯ですよ。ちいちゃんとはね杉山さんと先週2回ぐらい即折り大会やったんですけど、即折り大会毎週やりたいですね、勉強になります。どうしよっかな。ドン、おー、初めてのリアタイかも。わお、ようこそいらっしゃいました。いいですね、初めてリアタイ。結構なんか良さげなんですよねこれね。どうしよっかな。3、4、5、6、7、まあ、C563 か、差し5、よっ。リャンゾーとかね、早めに引いてこれるとサブローで待っててとってもいいですよね。そうね、森永って聞くと森永リカちゃん思い出す人もいるかな。あ、こっちにしようかな。森永リカちゃんはね、さっきの池田役とかやってたりしましたね。ちなみに私、森永リカちゃんとねしばらく一緒に住んでたこともあって、あ、でもやっぱり悩むところ、ルームメイトだったこともありましたね。すっそか、どうしよう、先にこっち落としといて、リャンゾーでも待てるようにしてた方が良かったねきっとね。そうだね、リカとも一回配信やったりしたいな。今度出てくれるか聞いてみようか。リカきっとパソコン詳しいからできそう。パソコンが詳しいかどうかは分かんないけど、フォトショップとかねすごい上手だから、もしかすると配信も呼べばすぐ出てくれたりするかしら。
森永の理科の方の方は今めちゃめちゃ舞台とかやってるんですよね。出るだけじゃなくて演出とかも、あ、これは単用にもいけそうだね。演出とかね、そのわーリーチだね。まあリーチかけないでいっか。すっそう、一層がこんなに出てて窒素が1枚、悩むところね。まあ私がめっちゃ想像いっぱい出てたら、あーロンだ、ロンロン。これリーチかけてたら出たかな。まあでも上がれたからよしとしましょう。どうだろう、そもそもリカが配信をするか、配信してたことあんのかな。多分あんまり記憶にないかもね。ポンはまだ早いかな。7、8、9、まあ3、4、5か1、2、3でもいいかなって感じ。7、8、9が入ってると結構むずいんだよな。いきなりカン？ドラは？リャンワン。ドラはウーソーリャンワンだね。どうも端っこが集まりがちだな。でもちゃんとするほどじゃない気がするんだけど、早々にちゃんとしてしまった方が、あ、もうクソ出たね。染めるにも微妙な感じじゃないこれ。まあトン怖いから先に切るね。あ、違うとこだった。まあよかった。ソーズも若干嫌だけどね。窒素789の3色はまあちょっと諦めましょう。クソもう出ちゃってるから。C1 どうしよっかな。いいか。ローワン三蔵。チーピン来たらもう2枚出てるか。まあ、ここはどっちにしろ両方どっちか切り落とすんだけど、チーピン3枚か。こっちもう頭にしちゃって、あれだな。切っといた方がいいね。チーね。両方想像が欲しいのかしら。リーチ。リーチは嫌だねー。キューピンはどうせ切るからこっち行こう。ないしね、安全なやつ。パーワン。パーワンか。微妙。一層通った。意外と当たんなくて嬉しいね。こことここでできてるか、ウーワンが通るかな。はい、こんばんは。もう一枚。いや、もう一、わぁ、くんのか。一層も出てるよね。もう危ないかな。両方は、あ、大丈夫そう。オーロンだ。ソーズか。やば。ドラさんじゃん。あ、ドラ4だ。なはは。きつー。飛んだ？あ、大丈夫か。まずいですよ。トン3曲。まあでもナンが2枚、ドラだね。美味しい。1、2。まあここかぶるから、1、E はまあ、あ、ポンね。6、7。まあ、チーピン今ポンするわけにはいかないしな。シャア1枚切れ。トンが2枚切れた。早いね、特急券。33。トイトイは G1。 トイトイしよう。ちょっと遠いけど、トイトイ。ナンが出てきたとき美味しすぎる、トイトイ。早いしね、みんな。うわー。
待てよ、形になってきた。ソーズ怖いな。また染めてんのかな。まあ、ハクは安全牌だから取っときましょうか。ローピンが1枚、チーピンが1枚出てる。チュン E1 三蔵発捨てるならもう今 OK。 ローピンはもう出した方がいいね。両蔵は出てるから安牌にしよう。こっちは分かんないけどね。リーチかー、ポン。うん、いや飛んだっぽいなこれ。タイタイハンダーター、うわー、でっかー、かわいそう。今インパチでその前1万6000振り込んでたよね。バナージー悲しいね。リサリサ大勝利ねさあ次行こう。まあ一回上がって終わったっつ優しい人だったな。いいね。違うキャラにしてみる？のキャラにしようかな。封じで行ってみるか。ほな。銀の間。あら？あれ？あれさっき私落ちた？あれそんなことないよね。あれ？あ、いけたいけたいけた。違うとこクリックしちゃってたかな。うん。キャラによって特性が変わったりするんですか？変わりません。キャラによって特性変わっちゃったら、まあ、そういう麻雀もあるけどね。普通の麻雀のゲームは変わらないですかね。まあ、さっきはね、特性ありますけどね。そう、さっきのキャラ使ってても、リンシャン解放。必ず上がれるってわけじゃありません。あれ、なんか、素敵なようで難しそうな、この。チーピン。9876655。なんかすごい早く上がれそうで意外ともたつきそうな感じあるよね。いっそ、しゃあ。2345566。そうだね、もうこれ3枚引いてリーチでリーチするか。あ、でもな、ローピンも3枚出てるしな。本当だったらあれだけどね、単野をなるまで待ちたいけどね。もうこんだけ自分がローピン持ってたら変わるのもそんな確率あるかって言ったら分かんないしな。キップ、トーンはいいね。ウーワン引いてきて変わってくれてもいいけど。あー、3は1枚切れたね。換算ワンでリーチかけるかどうかだよな。トン意外とあれだな、長くなるパターンかも。緩はしない。3ピンか、一応取っとく。ポンです。ポン。
G 一色。私の流し漫画みたいなやつが。いやでも 3P 危ないかな、早めに切っといた方がいいかな。 3、4、5 3、4、5。スーピン来て逆にあれかな、カンニャ、カン、ウーワンがない。マジか、そらそんな顔するわな。あでも全然マンズいらなそうじゃない。でカンがリャンピン、リャンピン、どうしよう、わっちーする。マジ、リャンピンがもうここ2枚だね。ウーワンが全部そこドラだね。スキップ、うわー一層とか切りたくないけど、切るならまあでもタンヤっぽいけどね。チー、向かいだけキューピン嫌なんだよな。789でちゃんったかな。まあ想図で染めてるかちゃんたの可能性もあるけど、ロン、あ大丈夫か、もう引いてるね。3ワン欲しいです。3ワンリーチか、うー、キュッソーもないな。パーピン、チーワン、まあでもキューワンが意外と早いからいけるのでは。やったー、うー、リーチか、これは行くべき、もう一緒だから。裏ドラ見たいよ。いいねー、おーきに、まずいまずいっつってもうみんな逃げらんないからね。はい、オッケーな。ダブロンだざわざわ。5200。勝負した割に意外と、あ、もう違う人か。私はそうか、7200か。はい、こんばんは。トンか、トントントン。パ。親ですからね、これ。ドラマチーピン。3、4、5、9、8、2、3、5、7、9、9。2、3、3、4、5。トンいらんか。なんかどっちつかずな手配。しょ。トン2枚、あ、3枚、あ、結局バラバラだったか。やばい、これはまたチートイズが見える。ここがな、チーピンがな、ドラじゃなかったらもう最初からいらないんだけどな。パーワンが、うん、ポンはまだ早い。いいピン、吐く、泣くね、誰か泣いた。りょうも、わー、パワンがー、パワンがこれで最後ウーワンとかで待ったらいやらしいよね、これだけパワン切っててお願い、来るなら早めにチーピン来てほしい。
1,2,3,4 チートイツまであと3つ。またスーピンがさっき切っちゃったんだよな。これは無理かな。親だけど、窒素か。わ、来たってことは、刺し3,4,5もう遠いあれだからな。9,9うっそう、窒素、いっそう、もう広く待つしかないな。リャンワンがもう2枚切れてる。1,2,3か3,4,5にするか、1,2,3か3,4,5にするか。くっそーはもう頭じゃなくて切り落としてもいい。パッソー引いてきたらちょっと悩むとこだけど。ローワン、ローワンか。1枚切ろう。ここももういらないかもな。リャンワン、リャンワン、スッチーはチーワン2枚切れてる。できれば来るならここ早めに来てリャンズを切りたい。すー、頭でいいや。もう窒素頭にしよう。456123234、リャンワンが、リャンワン欲しい。あと2枚しかないけど、ここで G1 来たらちょっと、わー、 G1 来たら意外と地獄なんですよね。パーマン3枚切ってるから。わー、ごめんなさいね。ドラドラ、まあいいでしょう。よくなかったわ。上がられちゃダメな人だった。まあ、まだ傷は浅い。意外と良さそうですよ。次234、あ、1品来たか。3品来たかだね。234123555567567。ドラは出走。トン、ナンが1枚切れ。3番早々に切ってもいいかもな。またそれがあるだけで私がいいペークを狙いたくなっちゃうから、このまま行くとここが頭になるのか。まあでもスースピンとかローワン引いてきたらちょっと悩ましくなるから、その辺どうしようかなって感じよね。あ、刺し3,4,5になったな。ってことは3,4,5になった。3,4,5、一数でも待てる。1,2,3、どうしよう。端っこ悩んじゃうな。5,5、あ、これが頭だ。じゃあここもいらないね。すっぴんか、ろっぴんか、いっすーわんかな。わかりやすくなったね。求む。ここ入んのが一番理想。うわー、マジか。6球、そうね、両方で待ってる方がいいな。まあ、なんなら、こんな危ないとこで待たないで安牌に変えてもいいぐらい。両ピンだってもう。まあ、赤を引いてきたら、頭変えればいいか。1,2,3。1面積落ちちゃったね。ああ、無情。ポンはしない。
パーピン。めっちゃどうだろうな、ピンズみんなピンズ結構欲しいのかもな。あ、そんなこと、今ウーピン出たな。ただ出てないだけ、向こうもこっちも、まあ、E ピン出てるけど、ここがウーワンウーワンめっちゃ出てん。スーワン、イスーワン、あと何枚？ E ワンが1枚、スーワンが1枚、3ワン。ちょっと待ってね。サブローワン引いてきてもいいことにしようか。イスーワン、サブローワン、6キュッピンだから結構何着ても OK な空気なんですけど、意外とあれですね。あ、ロンかな？ポンかな？あ、違う。どんだけピンズ？まずい！え、こんなに街広いのに、次あたり多分ね、入る気がするんですけどね。入らない。あ、でもパーワンは大丈夫ね。これ私めっちゃ竹欲しそうじゃない？一枚も出てないから。全然竹いらない。まあ、すっそう出てるからあれですけどね。え、この人めっちゃ勇者じゃない？私の捨てたい牌全部捨ててくれる。あ、でも白一枚切れ。あと、親だからちょっとあれか。これで一数ワンはダメになったね。サブローワン、まあ、三ワン、あれだからもうローワンしかほぼなし。感します。感？ここに来て？白、吐く切れる？親に対して。リーチにゃ、リーチ、チュンは1枚、チュン行くならまだ吐くちゃいます？ OK、 吐く出た、チーはしない、これリーチだ、これは追っかけます。リーチや、まあ、意外とトーンだね。あと7枚しかないけど、わー、あ、ドラは大丈夫。あ、よく通ったな。うー、ローピンダメだー。ピンズ、あれ、ポンかな、ローンしない、ツモか。1000点損しちゃったな。まずい。また3位になってる。染めるか。染める以外の選択肢。1,2,3,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6。うん、ちょっと微妙だな。1,2,3,3、本当は4,5,6 にして一通もつけたいんだよな。でも一通つけると本一になりにくい。でもなんか来る牌は行くなって言ってるよね。染めれないよって牌が言ってる気がする。来る牌、来る牌。確定させるんだね、こんな。リーチはやばい。え、リーチはマジやばい。とりあえずローワン。あ、白出たね。リャンピン。チュンも1枚出てるね。6,7,8,3,4,5,1,9,8,7、窒素1枚、ロッソを通る。あ、でもロッソをやったらもうシャアも通るでしょ。折り切れるかだね、これ。くっそくっそくっそ、
これはね、もう行くか行かないかどっちかなんですよ。行かないかな。この4枚を全部切り落とせるかって言ったら、私は切り落とせないと思う。そうなると誰かが振り込んでもらうのを待つしかないね。ってなると、ロッソーは通るでしょ？で、リャンゾーも通る。ロッソー通る。リャンゾーも通る。ナンは1枚切れだけど意外といけそう。サンワン通る。リャンワン通る。スッソーが通るよね。で、リャンゾーも通るね。次、リャンゾーかな。リャンピン。パッソーで、パッソーもめっちゃ通るね。ローピンも通る。安全な方から行こうか。ローピンはそっちも出た。はい、こんばんは。リャンゾー。で、パッソーはこことここには通る。右はわかんない。先にローピンかな。ローピン、ローワンは、こっちには通るけど、あとの二人はわかんないなぁ。いっそー、チーワンは今通った。パッソー。いっそーはさっき通ったよね。はい。あと10枚だからね。で、ナンがここ、1枚、これで3枚だから、ナンもほぼ大丈夫だと思うんだけど、で、今出たらパーピン、安全な方から行こう。初、E1 も通るでしょ。Q1、C1、3ピン、U1、なんかな。3ピン、E ピン、Q ピン、OK。うわ、危ない。もう一回、ナン。降りれた。ノーテン。下腹はアザナエル縄のごとしってね。うっそーはやばいな。まああんな早いもんね。スーパーベタ降り成功です。うっそーって見たら勝負してもよかったのかってちょっと思っちゃうけど、よかったですね。振り込まずに済んで。また3位だから、ちょっとここは上がりたいんだけどね。今日はずっと3位祭りだな。ちょっと頑張りましょうか。4567896789か、まあ、78どっちか。これもしかしたら頭567か789で1つ。それで1234でできる感じかな。1面つ。頭じゃなくて、1、2、3、メンツになるかも。1、2、3、3、4、5、7、8、9。どうしようね。一層、すっそう。まあ、すっそう来ちゃ、あ、でもこっちが頭になる。悩ましいなぁ。987。もしかしたら、そこも見る？ 3 色も見る？ 987、987、987。 どうでしょうね。3色は夢見すぎかな。5はちょっとあれかな、膨れちゃうかな。3色見ないとしたら、こっち2つ3つ4つでもいいのか。にしてもちょっと遠いな。ちっそー、そんなにいらないね。もう頭候補ここどっちかでいいからね。3つ以上問い詰めつと、またほら、チートイツ行かなきゃいけない病になっちゃう。パッソが1枚出た。ローワン。泣くのは早い。くっそも、まあいいでしょう。
いや、くっそー、置いといて頭にしてもよかったのかな。わ、リーチかー、リーチかー、とりあえずチピンで、次9番かな、安全な、ツモか、そらごめんなさいよ。どう、ひっくり返った、わ、ひっくり返ってそう、返ってないかな、大丈夫か、ツモだもんね。いや、ひっくり返ってるわなあ、はあはあはあ、キャラを変えよう、負けたらキャラ変えようテテレレン、タンタン、テテレタン。オッケー。あ、祈願、祈願しない。あ、今日は、これ私、これ上田です。ピックアップが私かな？限定。こっちは？サミール。はい、こんばんは。これは通常祈願か。限定、内容一覧。アップアップ、このね、安本くんのキャラアップの時引きたい感じなんですよね。こっちは藤井ね。街ですな、雑貨屋。びっくりマークついてるのなんだろうな、衣装違いか。購入、可愛らしい、後で買っときましょう。そうなんですよ、私 CV 結構やってますよ、このゲーム結構やってますよって。3キャラって意外と多いんですよ。さっきの封じ、福姫って書いてあれ封じって読むんですけど、で次出てくるキャラが七夕って書いてチーシーって読むんですよ。あと宮永咲もやってるから、ジャンタマでは3キャラって一番やってんじゃないかな。ちなみにこれ 1,2,3,4,5,6,7,8、8来たら数ワンコ狙った方が早いんですけど、でも一発目がロッソだったから狙うなってことなんですよね。まあ一応パーワン切ってみましたけど、3ワンでしょ、これは酷使やってる場合じゃありません。なん泣かれちゃったしね、ドラ出た、ペー、ペーのドラ。1,2,3,4,5,6 で2メンツかな。トン、トンは1枚切れ。E1、ペー、ここにも出てるね。使うとしたら頭にするしかないけど、まあでも、みんないらないっていうなら、しばらく持っててもいいかもね。やばいですよそことそこ泣いてペイ結構切り落とし早いんだよな。トンは？ハクは出てるよね。で、チュンが出てない。はい、こんばんは、いらっしゃい。なあ、どうだろう。ハツも出てないね。あ、チュン1枚出てるわ。今のうちかな？なんだろう、総図で揃えてるわけでもなさそうだもんね。ただのなんだけかな。あらー、なんだけじゃなかったね。なんか特に手を作ってたわけじゃなさそうだね。麻雀ね、同じ範囲は4枚入ってます。で、4枚入ってるかな、自分の手とここに出てるもので、あ、もうこの範囲はないなってのをね、知ることができますね。これとかは4枚中2枚入ってるでしょ？だから結構読みやすいかもね。自分の手の中に3枚同じ牌があったら、もうほぼ他の人は持ってないと思ってもいいぐらい。安全かなってなるよね。
どうしようね。1,2,3,7,8,9,6。うわ、これもう多分分かりやすいね。これもすっそ頭にして6級1かスッチーピンが来たらもう終わりですね。上がりです。すっぴんか、まだ泣くの早いね。リャンゾーはほっときましょ、今のうちに。はい、こんばんは。お、来ましたよ、リーチ。リーチ早いね。そうなんですよ、リーチかけるときに残ってる範囲、自分の上がれる範囲がちゃんと残ってるかっていうのを気にしないといけないんですよね。あと1枚しかほとんど出ててさ、あと1枚しかない範囲でリーチすると上がれる確率もぐっと低くなっちゃうからね。まあ、最初はもうほんとね、人の手とか見なくていいです。自分の手と、あ、お疲れ様でーす。自分の手とここだけ見とけばいい感じ。まあ一応ね、ここ全部見れたらいいんだけどね。ゲームの時は振り手にならないからいいけどね。いいよ、今のはハイが上がれって言ってた。トンなので安い手でもガンガン上がりましょう。親の時は、親、これここに自分が赤いやつマークがついてる時は親って言うんですけど、攻撃力が 1.5 倍です。パーピン、パーピンか、ちょっと待ってね。いきなりドラドラだな。普通の子供って呼ばれてる3人よりも 1.5 倍点数がたくさんもらえます。ただその分払う点数、もし誰かが上がった時、他の2人よりも多めに払わないといけないので、まあもろはっすね。どうしよう、このドラドラを生かしたいんだけど、1つでしょ、2つ、これでポンで3つ泣くでしょ。あと1個この9とローピンを切り落として作れるかっていうと、つく、わあ、チーワン切ったの、あ、まあいいか、一旦ちょっとチーピン2枚持つよりはいいからね。チーワンなー、しまったなー。あ、でも2,3,4,3はまあいいでしょう。どっかこっちか三蔵かロッソーにくっついてもらったら、ここ老気なく頭にできるんですけどね。ポンです。チュンがポン、私は初をポンしたい。あー、これはいいかもね。 4,5,6 ウーピン、ポンです。あ、ポン、マジトイトイかな。9,1 早いうちにリーチかけて困らせたいんですけどね。まあパー一番、あ、ちょっと待ってね、シャーこっち、あ、どうしようかな。パーピン引いてきてすごい攻撃力でリーチかけるのはいいですね。これドラです。スーピン、ウーピン、ウーピン来い。お、まあ、もう泣いちゃいましょう。ポン、これでウーピン待ちです。パーピン来たら泣くけどね。パーピン来て泣いて、まあどうしよう、ローピンで待つかスーピンで待つか、泣かない方がいいかな、どうだろうね。悩んじゃうな。ロンかな、ポンかな、誰か欲しい。あ、ロッソ、ロッソはちょっとね、今じゃない。感します。ウーピン最悪、私の上がり牌です。ウーピン、うわー、これ、いや、ちょっと待って、これちょっと怪しいな。
わあ、ちょっと待ってね。これは相当やばい。マジかですよ、これ本当。だからスッチーピンもう一回引いてきて、あー、それかパーピン引い E1、 ちょっと待ってね。頭ローピン切れるかな。一数番を頭にするってもありだけど、一数番頭になんないか、なんないな。ロン、あー、あん、まあ当たらなかっただけよしとしましょうか。あー、ちょっと難しかったな。まあでも3万3000だからちょっといい手上がったらひっくり返せるんでね、ここは頑張りましょう。123678999、まあ一応これ今頭候補ですけど、こっちも123、123345、1つ2つ3つ4つ、種はあるって感じですね。ドラはすっそう、すっそう引いてきて組み替えたいところなん。あ、これは嬉しいですよ。これ両面待ちって言います。左でも右でも待てる牌のことで、こっちがカンちゃん待ち、間で待つこと。お、これはすごい。んー、じゃあこれを切りますよ。で、こっち、7、8、9、だ、この片っぽで待つのをペンちゃん待ちって言いますね。3、4、5、で、ここで多分1、2、3になるでしょ？まあ、2、3、4でもいいです。この1、2、3で待つか、6、7、8で待つか、どっちかなんですよね。先にこっち来た時にどっち切り落とせばいいかな。あ、来ちゃったね。まあ、なんか想像が来てるからこっちを切っちゃおっかな。うん、リャンズ、あ、でもリャンズ1枚出ちゃった。うん、でもリーチなんですよね。一瞬だけ待とうか。これでスッソー引いてきてリャンウッソー、リャンウッパーで待ってるのが一番熱いんだけど、3周待ちます。3周待ってダメならリャンゾーでリーチかけようかな。わっ、神かな私この試合神。今あのリャンゾーでしか待てなかったのがスッソー待つことによってリャンウッパーソー待ちになったんですよ。あ、でも相手もリーチかけられたから、でも私の方が絶対牌多いはず。はい、だと思いました。出どころよし、ご縁あったぜ。あったね。ひっくり返ったでしょ。抜いたー、いたたたたたー。うーん、1位、強い。もう強いし読み切ってた今。お前らの赤い糸、俺様には全部丸見えなんだからな。なな。オッケー。今のはいい一曲だったな。オッケー。ちょっとこれいいわ、後で動画にするかも。今何時何分？どっかに書いてなかったっけ。49秒14。はい、そう、私さ毎日配信するじゃない。で、動画に短めの動画にしようと思ってね、いつもなんかいいとこあったら押さえとこうと思ってんのにね、つい忘れちゃうんですよね。そうなんですよね。なんかあのミルダムにもクリップ機能があるんですよね。
でも配信中にクリップできないからさ終わってなすぐやれればないいんですけどね。終わったらなんかお風呂入りたくなっちゃったりするからあら止まってるね。これは私の回線が落ちてるのか、もう一人どなたかの回線が落ちてるのか、リロードしてみようか。回線落ちてたかな。さあどうかな。あ、そうだね、私は配信できてたね今ね。じゃあ他の方が落ちてるのかもね。うん、いけたっぽい。音来てる？これ音来てないよね。私も来てないのよ。音が来てないのは、あ、でもこのラークライさんが多分回数、ああ大丈夫か。ラークライさんが落ちてるね、配信というか回線がね。まあ、ちなみにこれ、微妙。ドラが一番いらないんだけど、ドラを先切るとよっぽどいい手なのか微妙な手なのか。まあ、初いくか。789789。私はシャーチャだから、シャー来たら泣いてもいいかもね。チャイチャイさんは落ちてないよね、大丈夫だよね。お、ポンしましょう。まあ一層がもう一枚来たら素敵かなぐらいの感じですかね、これ。トイトイにするにはどうなんだろうな。トイトイのが上がりやすいのかな。987はもう全然目指さなくてはいいと思うんですよね。だったらこっちから切ればよかったかしら。もしくは想図染めることも考えて窒素を残しといてもよかったのかな。うっピンか、リャンピンめっちゃ出てるあるんです、たまにこういうことが。これが手から出てきたのかな、それともツモだったのかな。ツモだったらロッソ、ちょっとワンチャン染めも考えつつ、まあ、パーワン来たら泣くんですけど、まあ何来ても泣くんだけどさ。うわー、メンツ落ちたー。今だと、まあ、想図かトイトイか分かんないと思うんだよな。でも次何来た瞬間に、まあ、何だったら分かんないか。まあ、パーワン泣いたらもうトイトイってバレバレだしね、とか言いつつ最後リャンゾーで待ってんだけどさ。窒素、窒素、パッソ、トン。いや、窒素残しとけばな、染めれたな。あんにゃん、うーわん、三品。パーワン欲しいな、パーワン。誰か三品欲しいんだ、止まってる。スーワン、イーワン、ハク。何出てこないの、なんで。ラークライさんが何抱えてんのかな。あ、ラークライさんもうずっと落ちちゃってるね。じゃあここは NPC が全部切ってんのかな。初リャンピン、あ、リャンピンこれでなくなったね。リーチはきつい。ロッソー切れるかな。一応キュッソーは出てる。E ピン、でも私もう降りらんないんだよな、親だけど。あ、戻ってきたね。ああ、あ、まあ親にしては優しい、かわいい。チャイチ
いいお名前ね。おかえりなさい、ラクライさん。3、4、2、3、4、3、4、5、1、2、3にしたそうだ。ポン、チュンがいきなりポン。ペー、合わせよ。ドラはローマン。ポンです。わー、これもう吐く絶対捨てられないやつです。大三元っていう役満になっちゃうね。だから吐く来たらもうもろともです。一緒に墓場まで行きましょう、吐くと一緒にね。なんも怖いけどね。もうトンも怖い。自敗はチュン以外、チュン発以外みんな怖い。なので最初に切りましょう、貼っちゃう前に。感謝します。発感。チーピン、ウーワ、ローワン、ドラないね。リャンピン、まあ、かぶんの微妙かな。2、3、4、まあ、三蔵が2枚も必要だからどっちかはいらないんだけど、最悪全部切り落とす可能性もある。三蔵早めに出てるしね。あの辺はいらないかも。まあ三品も早めに出てるから二品もいらなそうだけどね。シャーは一枚切れ出しとこう。うわー、怖い。なん。9ピン。待ってね、シャアは多分もう切れそうなんだけど、いやでも早めに切っといた方が良かったな。リャンピンより先にシャアだったな。リーチにゃ、まあ、リーチね、オッケー。いやすごいね、ドラ切ってリーチ。ってことはチャイチーさんがハク持ってる可能性ある。いや怪しいな。このキャラクターって一番最初にねやる人がもらう、最初からもらえるキャラなんですよ。なので初心者さんが大三元だって分からずにリーチかけてる可能性もあるんだけど、え、ウーピン？あ、まあウーピン出てるからか。まあウーピンだよね。どうなんだろう。もうここに出る牌しかもう切らない心構え。あ、クッソンもいけるね。まあでも一層からかな。リャンワンも切れるね。でロッソ、あ、ロッソは無理か。私にピンズがないからね。リャンワン、ハク、ちょっと待ってね。クッソ、スッソも切れるね。え、これ大三元当たったらどうすんだろうな。リャンワン、安牌、三蔵、すっそう、三品、もう次がないの私。まあ、パッソを切るかな。リーチ、あ、リーチやばい。あ、めっちゃやばい。あ、パーワン、あ、よかった。はあ、ふー、ナイスマンガーン。よかったのかよくなかったのか、まあよかったんでしょうね。親が終わらない。シャー1、2、悩む、スーワン、1、2、3、5。
なん。りゃんわん。3,4,5,7,8,9。シャア出たら泣く？お兄か、まあ、とりあえず親を下ろしたいよね、これね。いつまで経っても終わらない親。3,4,5,6,7,8。窒素だから同じなら窒素はいらないんだけどな。伸びてきた場合どうなのかな。あ、ポンしとこう。すっそ、3番引いてきたら欲しいかな。あ、そうですね。親が勝つと、親はそのままステイですね。親はテンパイって言って、あと1枚で上がれる時もステイです。そのまま続きます。あ、6、7、8。これ、貼っちゃったな。あ、貼るっていうのはもう次の1枚で上がれますよってことですね。テンパイって、この状態がテンパイです。やばいよ。親が上がる前にも私がこの窒素で上がるから。早く出して。2,3,4,5,6。一スッチーになった。一スッチーになったけど、一層は上がれないからね。あ、上がれるわ。シャアだわ。大丈夫だ。一スッチーです。一スッチー。一スッチー。うわ、ドラ出てきた。一スッチー。一スッチー。一スッチー。泣き音にしとこう。泣き音じゃない。上がり音にしとこう。あれ、音なんない。いすっち、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 いすっち。切る。泣きなし。いっす、あ、ちょっと待って。ワンチャンシャア来たら、シャアまだ出てないよね。あ、シャア出てない、キルも。いっすっち、いっすっち。シャア来たら、さすがに、勘するかな。なんか、いっすっち、いっすっち、いっすっち。イスチリーチ、マジやばいんだけど、ここで引く、もうやばすぎー、強すぎ、通ったイスチだってば。チーとかしないよ。え、やば、まあ、行くしかない。よう通んな。リャンピ、まあ、むしろリャンピよう通ったなって話だな。私のこの、まあ、ゼンツがどこまで通るかよ。初。え、こんなにスッチ出ない？なん。なん、一枚切れ。うわ、負ける？イスッチ負ける？あー、飛んだ？飛んでない。うわー、あれ負ける？マジかー。これね、ドラチーピンなんだけど、どう染めてみたさあるよね。2,2,3,3,4,6,9,3。なん、しゃ、ぺ。しゃが1枚。なんも1枚。染めない可能性が出てきた。パワーワン誰かいる？ウーワン。
もう染めない方がいいかな、ここまで来たら。ポンするほどじゃないんですよね。ハツも出た。トン。誰か親を止めてほしいな。いや絶対さっき止めたと思ったんだけどな。ロッソチューム、うわーもったいない。ハッツ、まあ一番いいのはスッソを引いてきたいね。リーチにゃ、それは聞いてない。まだシャア、トンかシャアならシャア。くっそー、一発目でくっそー切る？マジ？合わせよ。なんは大丈夫。親も全通よ、全通。これ親も危ないって思った方がいいね、もうね。窒素。六品だからもうドラそばじゃん、ドラそば。パワン。うぃー。危ないですよ。危ないですよ。大変。私だけ原点、私以外のところがめっちゃ楽しそう。あ、でも親流れた。やったね。ラークライさんの犠牲のもとに親が流れた。ありがとう。まあ、でも、自分で持ってきたとも言えるね。ちなみに私の手は、6、7、8で1つ。まあ、7、8、9、4、5、6で2つって手もあるけど、微妙かな。6、7、8。まあ、トーン、いいでしょう。これで7、8、9で、6、7、8で、まあ、1、2、3か、まあ、どっちかで。あ、8、8。こんなにいらないんですよね。候補って。Q1 いらんか。これで1メンツ、まあ、2メンツ、3メンツ、4メンツ、1、2、3、両ゾはちょっとな、外れすぎかな。E ピンが頭なのがちょっといいのかな。両面で待ちたいもんな。両ピン来たわ。ちょっと話が変わってくるな。E ピン、E ピン。いや、数ワン先に来て考えてもよかったかな。まあ、3ワン引いてきたとき数ワンあるといいなと思ってちょっと残しちゃったんだけど。どうなのかしら。わ、正解かも。ちょっと待って。いいね。すっちっそう。で、ここで、あれか。頭になって、こっちが先に引けちゃったとき、まあ、ここが先に引けちゃったとき、老朽が引けちゃったときどうしようかなってなるけど、すっちロッソ、これ頭にしてもいいかな。ロッソを頭にして、その方がいいのか。ロッキュッソ、ロッキュピン、それはやばい。ウッパーワンどうしよう。マジでパーピン、さすがに切れなくないこれ。
様子見るか。まあ最悪ね、あのこっちでも切り替わるから。 E1 は E1 はまだいけそうじゃないですか。チーピン、最終的に私はチーピンを勝負するんだけど、そうなのよね、勝負するのよ最終的に。私はもう考える時間もなかったからね。まあ、通ったらもう一緒ですよ。さあ、あとは運に任せるだけ。自動で上がってもらいましょう。上がり牌はスチッソ。そろそろ混ぜろよ。いいとこから出たね。ここで裏ドラ乗らないのが私の弱さ。ちょっとだけ削っておきました。トンさんです。親持ってきたんでね、ここは頑張って上がりましょう。とりあえずチュンポン1つ2つ3つで、4つ目がどこに行くかだね。まあ、トン持ってこれたら熱々だけど、1、2、缶は早いな。ロッソーがもう出てくる。もうほんとこれなんで、窒素ロッソーだから、数あんこにしてはもったいないけどな。なんだろう、数あんこでいきなり、めっちゃもう国士無双か。国士無双だね。国士無双で、あ、これ染められなくなっちゃったな。染めも、わあ、G1 取っとけばよかったかな。同じことになってる。6、7、7、6。国士じゃなさそう。染めかな。いやでも染めにしても出るの早くない？自敗が。え、ちょっとわかんないな。これでもチューンはもう出てこない可能性高いよね、なんとなくだけど。こんだけ出てないで、シャア出てんの。E1 はね、リャンワン切っちゃったんだよな。パーワン。このチューンを頭にすることを早めに考えた方がいいのかもな。そう考えると、ここは1、2、3か。一層の3。一層のあんこ。あんこ。で、これ窒素でしょ？トンは切ってもいいかもね。6、7、8。まあ、くっそ切ってほしいかな。ロッソでもくっそでもいいな。で、三蔵でリーチ。もしくは一層チュンでリーチ。が一番近いかもね。まあ、三蔵来てもらって、六吸層でも、でも、吸層、老層がもうないから、吸層、泣くほどじゃない。わ、窒素来た。窒素。六、ウッパーでもいいかな。ウッパーでもいいし、六キュッソーでもいいね。ウッパー、六キュッソー、それは聞いてないけど、キューピンはね、勝負するかな。悩む。ないの、安牌はない。キューピンは勝負しよう。あれ？うわぁ。サブロッキュッかぁ。いや、チュンだったかぁ。チュンなぁ。チュンかぁ。危ない。
し、しゃあないか。これは悲しいね。綺麗な手になってきてたのにな。まあ、ここはそつなく上がって2茶かな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 一通できたら綺麗かなぐらいの感じかな。はい、こんにちは。あ、こんばんは、いらっしゃい。まあ惜しかったね。まあでも3-1、ウー-1、チー-1、まだまだ先は長いね。三蔵が来た。パーピン、頭、どうしよっかな。三蔵さよなら。両蔵切っちゃったしね。くっそー、どうしようね。これ一通いかないとしたら、まあ9番はいらない範囲でしょ。まあロー1でもいいけど。わ、9ピン来たな。いいか、3色見なくて。もうこれ頭にしちゃえば。その方が分かりやすいよね。まあ、できればチーピン引いてきてドラ欲しいけどね。まあ、3ピンか3ワンか。まあ、でも3ワン1枚出た。E ピンか。E ピン頭でも泣きやらだけど。どうしよっかな。3ピン。3ピン9、8、1。2ピンがここ。数は1枚切って考えるのは微妙だなぁ。いやぁ。いいや、やめよ。初心を忘れず行こう。うん、急ドラになった。あ、じゃもう全然これ、頭。もう頭です。もうチーピンとか来たら迷うから、もう頭です、これが。これも簡単ですね。あと3ピン引いてくるか、チーピン引いてくるか、数ワン引いてくるか、3ワン引いてくるか。確率はあんまり良くないけど、まあいいでしょう。すっそはね、もう切り落としちゃってるからね。2ピン、すっぴんめっちゃ出てるから、なんかこの辺みんな3ピンとかいらなそうな気がするんですけどね。本はできない。数ワンが1枚出たね。数ワンも早めに切っちゃう？あ、つかもう E1 から切っちゃえばいいか。シャアはちょっと安牌にしとこうかな。ほんで3ワンでもいいし、ウー1でもいいし、チー1でもいい。もちろん3ピンでも OK。できれば3ワンとかチー1かウー1か引いても確定させちゃいたいところではあるところに、ローピンは早めに切ろう。リーチにゃ、それはやばい。それはやばい。あ、でもスー、それポン、わー、スー1もリャン1も通る。ポンね。3ワン切れたね。9、うわー、ドラだ。数は1枚切って考える。数ワン、2ワンは切れる。で、3ワン、数ワンでしょ、ちょっと待って待って。で、2ワンも切るでしょ。隣の、と、わ、2ワン出たね。2ワン切る。ローワンも切れるね。うん。ローワンも切れるんだけど、ちょっと待って。3、ワン。ワン。ワン。すごい、とこでやり合ったね。あ、そっか、続くのか。まずいですよ。続いちゃう。わー、なんです、なんです。まずい。
サクッと終わりそう。続いとるな。6、7、8とここの5、6、7、6、7、8。まあちょっと、あとなんかかぶったら。白切っとこうかな。あ、いいね。4、5、6。頭も候補もできたし。だんだん、あ、もうチャカチャカチャカっと端の方切っちゃって。シャー切る。ナイス。これは私がリーチかけずにひょっとこ、ひょろっと上がりをする。カン、マジ？カン！カン！そんなリーチかけたくなっちゃうことやめてほしい。めっちゃキラキラになっちゃったし。マジ？それパン。え、これね、泣いてもいいな。泣いても待ってね、考えるから。チーピン来たら泣いてもいいかもね。でドラさんでしょ。でここ切り落としてもう単野を確定になっちゃうけど、あ、まあでもひっくり返れ、あれ、これワンチャンドラ、これうっ、うん、ちょっと待ってね。チーピン引いてきたら、あ、それはまずいけど、こことここはね、ひっくり返される可能性があるんですよ。でも私は行くしかないので、あ、ごちそうさまです。ご縁あったぜ。あいたったったったー、赤赤ですよー。さようなら。それは通さないのだ。みんなと麻雀打つのって楽しいね。恐ろしいこと言ってる。まあ私も似たようなこと言ってるキャラですけど。大きな手でしたね。お前か。私だよ。俺様はこれから一仕事あるんだ。何か聞きたいことがあんならさっさとな、さっさと。さあ、違うキャラにしてみるか。のどちゃんとか使ってみる？のどちゃん。オッケー。じゃあ、トゥーン。のどっち。ドラワスワン。ウーピーン。どうでしょうね。一つ、二つ、三つ。4つ目がどこになるかな。シャアはまあいいか。頭にするのがすっそうピンチ。まあここはあれだけどね。123どうしようかな。頭そんなにいらないから、あ、ちょっと待ってね。三蔵、まあこっちでいいか。ドラなんだよなーと思いながら、いっそういらなかったかなー。リャンザを切っても頭で確定させさせちゃってもいいかなと思ったら、もうここ来たわ。何も問題なかった。 4、5、6 どうしようかねー。このまま5、6、7でもいいし、リャンゾー待ちでも早い時なら、間でも全然いい。2列目ぐらいまでなったら短期で打ってもいいよね。9、8、7、1、2、3、4、4、6、1。チーピンだ。
どうしようかな。こっちはいらない？ローピンとか引いてきたらイーペイコーにもなるしね。またイーペイコーやっちゃった。やらないって決めてたのに。まあレアウスを引いてきたとしてもどっちかで待てるから、それはそれでいいのかもね。パッソー、ウーワンはちょっと外れ。ロッソを引いてきてタンヤンをついたらまた美味しいけどな。キューピンはちょっとあれかな。その片っぽ、もう片っぽが欲しいの。ローピンはね、あーそっち全然いい全然いいとか言って、あ、しまった、ローピン、ま、ロッソ待てばよかったかな。もったいないことしたかな。うん、もったいなくなかった。一発とあれは一緒ですからね、点数的にはナイス振り込み。すいません、初っ端から高めの手でしたね。親です。ドラはパーピン1枚あるね。3456789、まあ、789でもいいね。ここ1つ2つ、ここで3つ、4つ目はどうしようかなって感じだね。白も中も1枚ずつ切れてるから、もう切っちゃってもいいかなって感じ。まあでも白はまあ3枚いいからあれだけど、チューンちょっと待ってみようかな。いや、なんかでもちゃんと手が入ってるからいらない気がするね。待たなくてもいいかな。どうでしょうね。3457891はいらないね。もう頭をリャンワンって確定させたらリャンメン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 だからめっちゃ早そうで、それは聞いてない、それは聞いてないね。 E1 は切れるらしい。なこ、ご機嫌ですよ。ここでマジほら泣きたくなったでしょ。みんななんか妹使いうまいな。スーピン通った。通んない。あ、そっか、リャンゾーが通んないのかいやー、なんかこの卓みんなクロートっぽい卓ですな。まだまだ私の親が一瞬で終わったけど安かったのでよしとしましょう。楽しい卓になりそうだ。みんな余裕があるね。あ、これポーン。あなたの親も秒で終わらせてあげてよって言えるような手じゃないけど。ペー、それそれまずいよ。まずいですよ。それはまずい。行く？行くのね？行く？本当？え、行く？行くね、みんな。ローピンでしょ？まあ、キューピン通るかもね。あ、もうドラ押してんもんな。まあ、なんかここは皆さんに頑張ってもろて。ウーワも数ワも通ってるよね。キューピーも通った。あ、なんか私も追っかけられるような手になってきたよ、これ。ツモか。それはしゃあない。んー、高そう。あ、そうでもな。まあでも親だから高いわな。あのリーチはきつかったな。早すぎたね。1、2、ポン。合わせようか。ないとこ。
ここな、一通できれば素敵だけど、一通するにはもったいない灰が来ちゃったな。頭です。これはタンヤオタンヤオです。ん、なんかあれだな、悪くない感じなのかもな。うん、うん、悪くないよ。24か46かどっちにするかだな。なんかその範囲の入り具合は相当いいよね。ウーワンだ、やば。ちょっと待ってね、これでサブロー、まあ、そうローワン来たらとりあえず泣いて、これもうガンガン泣いていっちゃおうか。ここでまずローワン泣いてからにしようね。ローワンがなんかまたさっきみたいに勘とかされたらもうあれだから、単葉の道が相当怪しくなっちゃうから、ローワン来たらとりあえず即泣く。まあ、チーピンはまだ泣かなくていいや。チーピン6、チーピン泣いて6、7、8で、ウーピンもまだだな。そうよね、こういうことになるからね。ここを切っちゃおう。もうここは絶対手放さない構えで、最悪いいです。これで老朽版でスリャンウッソーでそのままリーチで泣かずに行った方がいいかもね。ポンはしない、泣かずに行こう。面前です。パーピンは切っとくね。これウーバン引いてきた時だけリンシャン解放待たずにカンするかも、上がりたいから。88頭、6キワのがまだいいよな。チーする。678678、すっそうの678来たらちょっと考えるけど、マジ？シャドラに。いい手だった。オーラス。でも3000点差だから大丈夫です。ひっくり返しましょう。どうしよっかな。3、4、5、2、1、2、3か2、3、4、こっちも3、4、5、シャー来たらとりあえず泣きましょう。1000点。泣かずにいければそりゃ一番だけど、 E1 はねいらないかな。リャンワンも切っちゃうと思ってたし、3ワン2枚とか今からちょっと、それよりは他の範囲の方が良さそうだからね。Eピンは欲しいけど自分で引いてくるから。ロッソーとかキュッソーが早いうちに、あ、ロッソーが来るのがまあ一番かな。そうしたらあれでね、トーン一応持っとこうか。白は1枚出てるけどね。キューピン、トン、トン出たね。1メンツできたよ。理想はローソー引いてきて、あ、ポーンするほどじゃない。泣こう。そうするとどっちかが頭なんだよな。ポンでもよかったかな。パス、いやいやいや、そんなことない。やっぱシャア引いてからじゃないと意味がないから。
いやでも1000点だと1000点じゃダメなんだよな。1000点じゃあ、どうしよう。1000点じゃダメだ。まくれないね。え、ちょっと待ってね。1000点じゃまくれない。これチーピン引いてきてドラ入れて、わ、まずいな。あ、ちょっと待って。わー、まくれない。これどうしよう。ね、窒息で缶するしかない。もしくはシャー引いてきて缶。ドラ欲しい。マジでやっ、缶なんだよなぁ。缶、窒素来い、窒素。シャーでもいい。シャー引いてきて。うーん、違う。向こうがだって1000点でこっち。2茶で上がるか。あと28枚。どうしよう。上がるか。しょうない。大会だったら上がらないよ。しょうがないです。なはー。まあ、プラス12もらえますからね。よし。オッケー。意外とあれじゃない？今日、どれだっけな。どっから今日だ？2、3、3、1、2、2。ててて、運がめっちゃいい。速度そうね、いまいちよね、今日ね。バイマンねー。コメント。みんなから来てくれてるのね、コメントあったのね。よいしょ。行きましょう。あ、そうそう、グラフワールの、自分のプロフィールのところを押せば出てくるかな。この試合もしかしたら最後かもな。お、すごい早く終わったらもう一曲やりますけど、もしかしたらこの試合最後かも。ラスト試合、有終の美を飾りたいところ。なんか今日シャア統一ってんの多いよね。あら、入りはめっちゃいい、すごい。リャンワン、うっそー、めっちゃいい。ポンは早い。シャーもポンはできない。人の風だから。リャンワン切っちゃったな。ここはシャーいらんでしょ。E ピンも切っちゃったね。いや、最初にシャア行くべきだったな。よく見たら統一あったしな、もう。あら、ウーワンが、これもう一つできたね。一つ、二つ、三つ。ここでチーワンで四つかな。わかりやすくていいかもね。
この数ピン、まあ、3ピン引いてきたらこの9、8と変えてもいいかもだね。うーリーチ早いからいっか。さあこれはもうかわい、あでもウーワン引いてきたら、ウーワン引いてきたらカンしたいから、まあオートにするのやめときましょう。3ピンドラーン、これは読めないよね多分ね。チッチーワン、まあ、初めの方にねリャンワン出てるから染めてるとかそんな感じもなさそう。なんならすっ想像の方が嫌なぐらいだよね。めっちゃピンズの下目出てるし、あらわかりますよ。もう何が何だかわかりませんよね。はあそこで待つの、安いんで。ゴチほな初っ端ですけど、うん初いらんか。1,2,3、まあ、3,4,5いくかどうかわかんない。5,6,7かもしれないし、7,8,9かもしれない。マンズで2つは作りたい。ハクもいらん。あ間違えた、合ってるか。ハク、ハツ、チュンだもんね。危な、ここもここも目にはなりそうだけど、どこも若干、ここが被るのか。またあれだね、このね、統一がね、3つ以上になるのはあんまり効率的に良いわけじゃないっぽいから、このね、階段になりそうなところは先に決めちゃって切っちゃってもいいんだけどな。あ、一番美味しいとこ入ったかな？なんとなく、すっそうが一番頭になりそうかなって感じですね。こっち横ついてないから変形もあんま効かなそうだしね。わっ、いきなり変形効く手になってきた。ってことはこっちの端っこいらないかも。切りましょう。優先順位がこっちになっちゃったね。ってことはまあ3番頭、あそれは聞いてないね。聞いてないけれど E ピンは大丈夫で、ローピンが出た。ここはそうね、勝負です。親だし頭にパワー1出てるしね。この辺あれじゃない、いらないんじゃない、いらないんじゃないとか言って早いうちはね読み切らないんで、もう行った方がいいっす。三蔵来たな。すっそういけるかしら。意外と通る。まあ、ぶっちゃけた話をすると確率的に当たる範囲の方が絶対少ないんで、何も考えたくないときは行っていいと思います。まあ、大会でやったら怒られるよこういうときね。あーあー行ってもてー、ほらとか言いつつ、どんだけ気をつけてても振り込むときは振り込みます。まあ、でもさすがな私もウーワンちょっと行きづらいな。まあ、パワー1出てるけどね。わリーチだこれは。ちょっと待ってね、リーチするんですけど、サブローにするかリャンウーワンにするかなんだよな。どうしよう、まあ、リャンウーワンの方がいい気はする。うん、通ったね。リャンワンどっちが良かったかな、どう思います。あーぶなー、怖ー。あポーン、そっち、うーパーロンか、無理、違う、大丈夫。どっちが正解かな、リャンワンかサブローワンか。まあパワー1が出てるからリャン1、まあ、切るとしたらこっちの方が通りやすいなって。あでも正解だったね、結果的に正解だったからね。美味しい
ピンピン6。これは今日最後の対戦にふさわしい美味しい上がり。ペイはいらんかな。678で1つ、2刺しかどっかで1つ、2刺しで1つ、頭でチー、悩むとこ。ローピン、678。4、5、6。ポン。9番ポン。これで一面ツー。こことここも早いうちに来なかったらもう切っちゃってもいいかもね。うーピンも来ちゃったな。すごい手が入るね。ポンするほどじゃない。早いうちに窒素を引いてきてリーチかけれると最高。うわここを黙ります。ロースを引いてきたらリーチかけるけどね。単葉まで持ってこ、どうせなら。あと誰かからリーチかかったら普通にリーチかけます。いやでもなんかもう泣いてるな。3周待ちます。これ2周目、次まで待つね。次にローソー引いてこなかったらもうリーチかける。もうみんな来るかもしれないからそろそろ。あとローピン引いてきたら変えたいって手もあるな。もう一周待っていい？ローピンもあるからこれ。どうなんだろう。普通これみんなめっちゃ、あ、出ちゃった。出ちゃった。これあれですね、欲出しすぎたってやつです。まあそのリーチかけたら出なかったかもしれない範囲ですよ。ただ2枚もさ上がるかもしれない可能性がさ、もうこのよだれじゅるじゅるですよ。まあそういうことはしない方がいいですよっていういいお手本だったかもしれませんね。うー悲しい。これで麻雀の神様そっぽ向いた説あります。2、3、4、7、8、9、7、8、9。ここは5、6、7かな。シャア出ちゃったんだけど今2枚になったからちょっと待ってみましょうか。まあ今のはねリーチかけなくても上がれる手だったんですよ。なのでちょっと欲出しちゃったんだけど、結果的には多分リーチかけて裏ドラ見た方が高い手になった可能性の方が高かったね。結果論、まあ、結果論です。E1、 E ピンは使いにくいかな。まあこの E1 か数1来たらまあシャア切ってもいいかな。一応これ今頭です。急走発うっそう来たな。じゃあもうここ頭に固定させちゃってもいいかな。どれかいらないです。789か789か678か567か。まあでもここ頭あ 赤いからここはどっちかというとゲットしたい。なので789どっちかの789を私は切り落とす予定。ロスを来たね。どっちが好き？9番出てる。9ピン、パーピン出てる。ってことは、G1 が出てないから、普通に、多い方で待ちましょうかね。さっ
き同じ範囲が4枚しかないって言ったじゃないですか。ここはもうパワーピン出てるから、こっちだと3枚待ちで、こっちだと4枚残ってるってことになるからですが、そういう時に限ってパワーピンが来たりするのが麻雀。理不尽なんです麻雀って。血は1枚出た。にゅー、こう、ドラいつ落とそう。これまずいな。ドラ出すなら今なんだけど。ちょっと待てよ。出したくない。ドラを出したくない。あ、これもう絶対ドラ出せない。ドラで待たれたら終わりだから。これとうとう私の親が終わる。あ、もうパーピン来たでしょ。ほら U ターン、そうだから、もうこう、これね、もうあれです、私は親だけど一緒に沈みます。チュンと一緒にさようなら。こっから私は安全な範囲しか切らないマシンですからね。ナンが出ましたよ。シャー出たね。でシャー出ましたよ。安全牌がない。リャンワン、チーワン、サンピン、一層もないね。チーピンは出せるね。うっそうも出せる。リャンワンも出せる。なので、まあ、9、あれ ?9 番どうだっけ?ちょっと待って。先にチーピンから出すね。チーピン。おります、おります。降りなくてもいいかもしれないけど、ここで振り込んだらもうもったいないからね。で、窒素出したでしょ?で、次、ローピン。うっそうはね、若いから誰かに泣かれたら嫌だから最後まで持つ。すっそう。で、リャン、で、リャンワンが出てたよね。三蔵出た、リャンワン。ここ、うっそう!あ、今、うっそう切っとけばよかったかな。ここ、うっそううっそう出てるから、ちょっと待って、嘘出す。で白もいけるね。でパーワンはまだダメか。ほんでウーワンが出た。あ、チューンが出た。これはチューン切れるね。チューンは結果的にいけちゃったけど、あ、ちょっと待って、今何やってるか分かんなくなってきた。スーピン、スーピン、一番あれね、安全なのはこの直前の人が出した牌です。ローピン。うう。お願い。お願い。あ、よかった。染まってはなかった。わー、いったー。これ6000取られるんです、親は。結果、まあ、行かなくてよかったんだけど、こんなにでかいとは思ってなかった。私はシャーチャじゃないから、ポンはできないなー。気持ちよく終われると思ったのに。まあまだトンニなんでね。E ピンがドラか。いらないんだけどな。どうしよっかな。ローピン。シャアどうしよっかな。いや、でもなんか持ってた方がいいような空気にもなってきたからな。一旦切って考えるか。1、2、3、もう4つ持っちゃったから、チートイも見た方がいいよねこれね。98先に切った方が良かったのか、まあ、あまりにもなんかマンズいらなすぎみたいな空気出てるもんな。マンズいらなすぎな空気から数案で待ったりとかしたらいやらしいしな。次1枚来たらもうチャーチッとい行くしかないのかな。
向かいにだけは上がってほしくないんですよね。めっちゃマンズいらなそう。これがピンズ三ピンあんこポンチュンポン。うっそ出てきた。もうやばい。相当やばい。チュンが出てる。うっそ切っとこう。三蔵先に。シャアだな。ここはもうシャアですね。3-1。なんか、987か。窒素は捨てれそうだけどね。ロッソーとか聞いて引きても、うっそー。ウーワン。ってことは、スーワンは、もう使い、あ、まあ、リャンワンでワンチャンいけんのか。マンズで染まってんのかな。でも、このイーワン、気になるけどね。ローワン切れんのかな。ローピンだ。ローピン。ロンって言われそう。大丈夫？じゃあキューピンもいける？キューピンもいける？とか言ってにゃー。キューピンとキューワンいき、あ、キュー白は切れないな。いる？いるよね。あ、いらない？あ、そう、もうやめる。次私スーワン切るからね。スーワンはこっちにはいけるけど、こっちには危ないんですよね。あ、リャンピン。うっそ。どうしよっかな。いらない。あ、もうなんか、いらない系？キューピン行きたいけどな。もう白は絶対切れないじゃん。三蔵。あ、リャンピン来ちゃったね。キューピン。ちょっと待ってね。リーチの方が怖いんですよね。チーワン、ウッピン。ウッピン。ちょっと待って、ウッピン。もう降り切るって決めたのに。なんか降りない方が良くなってきちゃって。うわー、吐く。これ、あったな。もうあれですけど、突っ張ればいけましたね。イーピンローはうっそ、よかったね。うん、向こうも持ってなかったから、これは降りて正解の可能性があります。なんドラはローピン、いい読みでしたな。キューピン来たね。6、7、8。またなんか、おた風、人の風なんですよね。泣いてる、泣く、リャンピン。どうしようかな。めっちゃ今、どっちつかずな手なんですよね。5、6、まあ、ここで一つ作りたいけどね。で、ここでもう一つ作りたい。3、1、2、3。じゃ、ここかな。統一そんなにいらないんでね。8、8。なんかね、テンパイまでめっちゃ遠そうなんですよね、これ。わ、窒素2枚出てる。ここもう怪しいね。あ、3枚出てる。もうここいらないね。切り落としておこう。
あ、窒素出た。よかった。まあ、ロッソーは嘘を来る可能性もあるから、ちょっと待ってもいいかな、みたいな。嫉妬絵が正解か。残念です。うっぴん。もう難いいでしょ、ここは。これは、またアンコになってる。チュン、お、いいね。なんか、悪くない感じになってきたよ。これ、リャンワン引いたらもうリーチなんですよ。あ、でもリャンワン2枚、めっちゃ立て続けに出てるね。あと残りが2枚しかないから、もうちょっと、数ワン引いて、3、4、5、あ、ちょっと無理だな。5、6、7。あー、しまった。何来ちゃった。ん、ちょっと考えないといけないかもな。9ピン引いてきてくれてもいいかもね。そしたら3、4、5、4、5、6。そうね、どうだろうな。4、5、6引いてきたら9ピン切っちゃって、頭が5で、わー、リャンピン、リャンワン。これもうリャンワンがないのね。一応ギリギリまで待つけど、リャンワンでリーチはかけられないと思った方がいいな。で、ピンズが重いんだよな。なんかみんなピンズで待ってる可能性があって、ちなみにあと4回ぐらいしか引けない。ウーピンでしょ？だからピンズはもう切れない。9ピン3、まあ、3ワンでごまかそうかな。ウーバンが切れるかどうかね。まあ、リャンワンリャンワンこんな出てるから、みんないらなそうではあるけど、チュン。うわぁ、最悪来た。いっそ。C1 でしょ。もう今ね、リャンワンでね、いければよかったんですけどね。パーワン、ロソー。E ピンはまだわかんないな。まだリャンソーの方がいいかな。まあ、ウーワンの方がいいかな。パーワン、間。まあ、この人も多分、行かないから。うわ。行かないから行かないからじゃないわ行ってるからだわピンズじゃなかったし、ついでに ひっくり返っちゃったまあ、トンさんかそれは読めず。赤かったもんな。あれ、嘘って出てたっけ ?3、4、5。自分がベタベタだから、ベタベタに降りてるから。ちょっと行って、9ピン、9ピン、5、6、7、7、8、9、7、8、9。わぁ、どっち？リャンゾーかな？悲しみ。まあ、でも、いっか。当たんなかったし。パーワン。4、5、6、3、4、5、5、6、7、7、8、9。もしや、ピンズが伸びてくるのでは？まあ、9ピンまでいかない可能性もあるけど。ロッソーだ。3、4、5、5、6、7。2、3、4、5、5、6、7。なんかいける気がする。まあ、パワーめっちゃ出てるからな。こっちちゃう？ 2、3、4、5、5、6、7、8。ここに窒素とか窒素を持ってきてくれたら、なんとなく、とっても綺麗になりそう。泣くほどじゃない。うわ、2、3、4になった。
これはまた変わってきましたね。2、3、4、5、5。ほーん、んー、ちょっと待ってね、これ。いやー、上がるんなら多分2、3、4でしょ。うっぱー、めっちゃ悩ましい。これどうすんのが正解。ポンして、いやでもうっそ逃しちゃったんだよな。いやこれもう多分面前の方が良さそう。ちょっと待ってね。まあそれなら全部これもこれもポンしたら超良かったんだけど、1、2、3、4。すっちっそ、すっちっそ、ちっそ、そこでしょ。イーピン、ちょっと待って、1、2、3、4、5。ちょっと待って、意味わかんなくなってきた。1、2、3、5、6、7。どっちかいらないか。ちょっと待ってね。1、2、3、待って、5、6、7。サブロッピンでしょ。で、こうして一数ワンサブロッピンでいいのかな。ポン、待ってね。一数数数数数、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、これ頭にちょっと待ってするよ。ちょっと待ってね。で、これでパーピン引いてきた場合、一通もつくんだよね。あ、これね、チーでもいい。もうちょっと意味わかんない。ちょっと待ってね。で、ここで一数ワンだ。おー、危なー。意味わかんなくなるとこだった。結果的に手では安くなったか。あ、でもいいや。手は絶対安くなってるけど、まあ上がれたからいいや。あ、やばい、飛ばしちゃった。まあ結果はね、まあ2位だからいいでしょう。まあ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 。あ、オーラス続く？あれ？あ、ゼロ！あ、ゼロ続くのか。マジ？ちょっと待って、これ。ちょっと待って。笑い事じゃないから、これ。ちょっと待って、ちょ。いや、もう手バラバラすぎるし、待って。これ絶対国士無双だったでしょ。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、微妙なところ。国士行くには微妙なとこだったな。ちょっと待ってね。隣リーチもかけられない。もう切断しちゃってんじゃん、かわいそうに。ちょっと待ってね。すっぴんでしょ？もう気持ちはわかる。ちょっとま、ここでできるだけその向かいに追いつけるように考えると、万願ぐらいはいけそうじゃない？って考えると、リーチ、まあ、こういう牌はない方がいいな。うん、リーチ、ドライチ。今んとこリーチ、ドライチ。あ、ちょっと待ってね。リーチ、ドライチ、ピンフもつくかな？頑張れば。リーチ、ピンフ、ドライチは見える。リーチ、ピンフ、ドライチあれば、裏ドラ乗ったら勝ちじゃなくて、もうドラ来たから、これでいけますね。リーチ、ピンフ、ドラドラ、面前でいけばもういけます。ポン？ちょっと待って。サブロッピン、サブロッソ、ウッパーワン。あ。ちょっと待って。ウッパー。あ。これ、6、7、8、ウッパー、ウッパー、ウッパー出てるから、ちょっと待ってね。ピンフ消えるけど、
符は消えるんだけど、リーチドラドラでもう一緒だから、和道一緒じゃないか。いやまあでもいっか、リーチドラドラ、まあ、こっちの方が早そう。うわ、どっちだろうな。待って、9番、サブロー、ウッパーワン、ウッパーワンだって、え、いやそれはしない。ウッパーはもう、ウッパーはここでしょ。サブロッピンは、サブロッピンは出てんだよな、ドラなのに。わあ、手が止まった、やばい。ロッソー、三蔵、特にロッソーが2枚、チーはしない。うわー、そこそこですか。変わらんやつかー、また似ちゃった。でもなんかまたもうすぐ上がりそうな感ありますね。いやはやまあでもあれですね悪くない一日だったんじゃないでしょうか。最後にちゃにちゃにちゃとかでしょ。そうだね、うん、2331222、アベレージはすごく良さそうな一日でしたね今日ね。はあ、称号いろいろあるんだ。キャットフォード商人はこれでしょ。え、他に何やんの。魂の超越者、魂の啓発、魂の啓発、いやこれもキャットフード商人一択でしょ。いいね。こんな感じでしょうかね。いやー、本日もご視聴いただきありがとうございます。最後に告知しますね。明日4日の21時から、ベルモンドバンデスさんと、ナルセナルくんと、森永千歳ちゃんと、ジャンタマ対決をやります。そして火曜日は、ちょっと、なしになって、で、4月の6日の、何時だったかな、4月の6日夜です。ちょっと時間忘れちゃったから後でまたツイートしますね。そこはこの間やったプロゲーマー対声優対決、コウジさんとドグラさんとアンズベリーアーサーさんと一緒に声優対プロゲーマーの対決のリベンジ戦をやらせていただきます。なので来週はね、ちょっとジャンタマーというか麻雀の回数が多い配信になると思います。なので初心者の方、まあ、おしゃべりしながらワイワイ打ちますので、初心者の方も分かりやすいというか、今日はね、お友達が3人、誰か分からないからあれですけど、4人で打つとワイワイやりながら打てるので、お友達と打つとこんなに楽しいんだっていうのがね、分かってもらえる配信になると思いますので、ぜひ遊びに来てください。じゃあこの後また友達にレイドして終わりますので、まだお時間ある方ご挨拶しに行ってください。それじゃあおやすみなさい。また明日21時にお会いしましょう。Thank you.